自分の意見を言う前に、ベネフィットを伝えてますかはい、どうもこんにちは。ライブスキルコーチのミスターオカチです。親も子も楽になる、緩める子育て、始めていきたいと思います。今日のテーマは、子供が話を聞いてくれない。子供に伝わる伝え方、24、24個 ?24 個もあるんですね。<laughs> はい、頑張ります。24選でございます。はい、えー、早速ですけど、あなたに質問です。 子供が言うことを聞いてくれない。全然話を聞いてくれない。同じことを何回も繰り返す。何度も言わせないでって言ってしまう。そのようなことはありませんかあるよね。あるよね。うん、大丈夫です。あなただけではありません。えー、僕のクラスでも毎日のように起きてます。はい。でね、あのー、まず大前提お伝えしていいですかまず大前提お伝えすると、話を聞くって、 面白くないですはいそうなんですよ話を聞くのってあんまり面白くないんですよ <laughs> そうですよねで特になんか注意されるようなことだったり指示やったり命令のような あのー、お話、例えば、勉強しなさいとか、片付けしなさいとか、はえー、いつまでそれやってるのみたいな、そんな話やったら、全然面白くないわけじゃないですか。基本的に人の話を聞くのっては面白くはないということ。そこをね、大前提にした上で、そこを前提にしたらねえ、話を聞いてもらえないことが当たり前なんですよ。それがデフォルトなんですね。話を聞いてもらって当然じゃなくて、話を聞いてもらえないことが当たり前なんですね。 でなぜかというと話を聞くっていうのは面白くないことだから。 話を聞くよりも話をする方が自分が興味があることを話すのが好きだったり面白い人の話を聞くのがいいですよ芸人さんであったり自分が興味のある話を聞くんやったらそれ楽しいよでも自分の興味がないことで面白くないしかも怒られるような、えー、自信がなくなるような話っていうのは基本的につまらないんですねまずそこを大前提にしていきましょうということですでおかっちのクラスでもやっぱりね話を聞いてもらわないことにはクラスが ね、クラスが運営できないんですよ。そうじゃないですか。バスケットボール教室ね。えー、っとね、あのー、30人のクラスもありましたよ。低学年30人ですよ。1年生から3年生まで30人おる。で、1年生がね10人、10人ぐらいおって、2年生もね、えー10、10人ぐらいおって、3年生も10人ぐらいおるんかな。まあ、だいたいそれぐらいの人数30人ですよ。1人ですよ。想像してください。30人。 ね、その中で、まあ、1年生ねあのいろんなことを教えてくれます。おかちおかち、ネジ落ちてたよってあここのホコリどうしたらいいとかね、えー、たけしくんが順番抜かしたって靴ひも結んでってねいろんなこと言うてくるんですよそれを今この瞬間にすべて対応できないしでその奥の方に見たらね3年生が早く練習やってっていう顔で見てるんですよ、ね、つまんなさそうな そんな子供たち30人を相手に夢中になれるクラスを運営してきました。はい。おかっちのクラスは夢中になれるクラスなんですね。どうやって夢中にさせるのか。それを徹底的に10年間、えー、考えてきました。そ実践の中で反省していろんな失敗をしてきた。その中でね、どうやって子供に話を伝えるのか。これすごく大事なんですね。 子供がは子供に話を聞いてもらえないことには練習を進められないから子供に話を聞いてもらえる状況を作って話を聞いてもらってそして話を聞いてもらってバスケットボールを楽しんでもらうそのためにはコツがあるんですよ伝わる伝え方のコツがあるんですね今日はそれを厳選して24個紹介してます厳選できてんのかないや50個ぐらいあるんですよ あのね、えー、大学生の,イン,タの、ね、インターンシップ向けっていうか、あのー、コーチングやったことない子が、うちのクラス来た時に、こういうこと注意するんだよってことを教えてることいっぱいあるんですよ。その中で厳選して24個、えー、今日は持ってきましたので、えー、ちょっと楽しみながら緩く聞いていただけたら嬉しいです。えー、何か一つでも参考になってね、えー、なんだろう、子供と子供とちゃんとコミュニケーションができるようになって、えー、自分が伝えたいメッセージ、本当に聞いてほしいことを子供に聞いてもらえるようになって、 そしてその通りの行動を促すことができればめちゃくちゃ嬉しいですそんな感じでやっていきましょう、えー、この番組ではね親も子も楽になる緩める子育てをテーマに子育てのイライラや自分を責めてしまうその自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介していますえーっとチャンネル登録をしてねチャンネル登録をしてくれたかな よかったら押してください。で、このね、えー、顔出ししていないこ YouTube 動画、まあ、緩める子育てラジオと名付けてるんですけども、これ再生リスト作ってます。もうすでに20本以上の動画があるので、再生リストをね、もうかけ流ししながら家事をするとか料理を作るとか、そんなんもかなりありかなと通勤の時に,時に聞いていただくとかね、そんな感じで楽しんでいただけたら幸いです。もう全部覚えなあかんとか、全部やらなあかんじゃなくてね、もう聞き流してください。<laughs> 聞き流す感じであの聞いてもらうっていうのがもう正しいと思います。 使いいいい方になりますすのででく聞いてたいただけたら嬉しいですあと、概要欄にはね、公式 LINE の案内とか、著書の案内、緩める子育てで本もあるんですよ。その本の案内もあるんで、概要欄からチェックしてね、これは買ってください。本は買ってね。本は買ってください。<laughs> お願いしますね。本を買っていただくと、このラジオをね、2倍、3倍有効活用できるので、本は買ってくださいね。ぜひそれはお願いします。ということで、始めていきましょうか。はい、子供に伝わる伝え方24選、24分の1ですね。 アポを取る。うん、どうでしょうかアポイント取ってますかアポイント。ねえー、いきなり話しかけてませんいきなりね、えー、掃除手伝ってとか、ねえーいつ、いつまでゲームしてるのとか、早く寝なさい、もう寝る時間よとか、いきなり話しかけてませんとか、ねえー、ここ危ないからこっち行ったらダメよとか、どんなことでもいいです。いきなり話しかけてない子供が聞く体制を が、ちゃんと聞く体制が整ってますか？どうでしょうか？それ大事なんですね。聞くと、あ、これ六番で聞く体制を作るってありましたね。<laughs> はい。まあ、聞く体制を作る六番に近いんだけど、まあ、しっかりアポを取る。大事なことこそアポを取るね。まるまるのことについて話し合いたいのね。習い事のスイミングのことについて話し合いたいんだけど、えー、ご飯食べた後、十五分時間もらえるって、ちゃんとそれをアポを取ると、あの聞いてもらえる体制が作りやすいです。 アポイントを取る。大事なことほどアポイントを取る。いきなり話さない。話す、何かすぐ伝えたいことがあったとしても、えー、ちょっと大事なことがあるんだけど、ちょっと聞いてもらっていいって。5分、5分ちょっと時間もらえるとか。 そんな感じでアポイントを取ってから話す。これすごく大事ですね。本当に聞いてもらいたいことこそ、これをやってみるのは効果的かなと思います。ただね、えー、今危ない。今危険な状況のこともあるので、そういう時は、えー、っと今危ないのでね。危ないんでア、アポイント5分後とか言ってる場合じゃないんで。その場合はもうやめなさいとか、危ないって言って取り上げたり、積極的にもう介入するのは大事だと思います。はい。24分の2。 まず聞く。うん、これ大事やねんなー。でも価かち、子供に伝わる伝え方って言ってるのに聞くってどういうことやって、ね、えー、思われた方もいらっしゃると思います。でもね、伝えるためにはやっぱ聞くことが大事なんですよ。まず聞かないと。まず理解しないことには、相手も理解してくれないんですよ。 子供も理解ししし、ようとしてくれないこっちがどれだけ聞いているのか、理解しているかによって、相手も同じだけ聞いてくれて理解しようとしてくれるんですよ。こっちがね、えー、おちょこに入る分しか話を聞いてなかったら、相手もおちょこに入る分しか話を聞いてくれないんですよ、ね。こっちがね、おちょこに入る分しか相手のことを理解しようとしていなかったら、理解できていなかったら、相手も、ね、あなたのことを理解しようとしないんですよ。 だから理解してほしいならまず理解する。話を聞いてほしいならまず聞くということです。これすごく大事ですね。ここですね。どうやって伝えようどんな声掛けがいいですかの前に聞くんですよ。聞くんです。はい。聞く。聞くっていうのは、ただ相手の話をうんうんってうなずくだけではなくて、前にもお伝えしましたけど、言葉にならない言葉を言語化して相手にそうそうと言わせることです。どうですかそうそうと言わせれますか そうそうっていうのは、あなたが思ってるのはこういうことかなとか、あ、こうこうこんなことがあって、順番の回数されたから、まあ、たけし君に腹が立ってるんだね、みたいに、そういうふうに言って、そうそう、そうなのって子供に言わせているかどうか。言わせるってことが話を聞くということです。深い理解があり、ママ分かってくれてるって思,思わせているってことですよ。そうやって実感させることが大事なんですね。そのために、そうそうと言わせるということを、日頃から気を,気をつけていくことが大事かなと思います。 はい、いきましょうか子供に伝わる伝え方24分の3まず欲求を満たすまあ4と近いね4とも近いんだけれどもあのー、欲求ねお腹が空いてる時に話を聞きなさいって言われてもいやいやまずまず腹減ってんねんわしって感じじゃないですか。 喉乾いてる時にね、まずちょっと水飲みたいって感じでしょ暑い、暑いと思ってる時に、涼しいとこ行きたいと思ってる時にね、話を聞きなさいって言われても、いやいや、まず、まずちょっとこの暑さをどうにかしてってことでしょそういうことでしょ子供に今何らかの足りていない欲求があるんだったり、逆になんか満たしてほしい欲求アイス食べたいって目の前にアイスがあるのにそれを我慢させられるとあの話に集中できないとかあるでしょ なので子どもの欲求を満たしてあげてフラットな状態欲求が満たされている状態とエネルギーがねぐんと上がってるからその状態で話をする。 うん、話を伝える。うん、自分、言いたいことを伝えるということ。これ、すごく大事ですね。いきなり、こっちの都合で話しかけるんじゃなくて、相手が今、どういう状況なのかを考えて、えー、観察して、あ今、話しかけていいのかなっていうのを見ながら話すということ。これ、別に子供相手だけじゃないですよね。会社とか友達相手でもそうです,ですよね。そうですよね。 言いたい時に言うとかね、思った時に言うんじゃなくて、今話しかけていいのかなとか、今大丈夫なタイミングなのかなってちゃんとこう気にかけるわけじゃないですか。それと同じことを家族にもするってことです。はい、そのまま4いきましょうか。不安を取り除く。これも近いんですけど、ね、不安や心配や恐れがある状態では、ね、冷静に聞けないんで,話ですよ、話が。まさに右から左に抜けていくんですね。なので、まずはその不安を取り除く。それが何の不安なのかって。 ね、あるじゃないですか人がたくさんいるからそこでねそこでなんかいることがもう不安なんだったらじゃあちょっと、あのー、じゃあこっち静かな場所にちょっと来てもらえるって言ってね。 えー、静かなスペースで話してもいい,い,いじゃないですか、ね。他にどんな不安があるかな、不安で言ったらなんだろうな、えー、と怒られるんじゃないかって思ってるビクビクがある状態で、ちゃんとこっちが伝えたいメッセージって伝わらないですよね。怒られるかも怒られるかもって、ね、言うことしか伝わらへんね何をしたらど。何をしたらダメなのか、どのようにダメなのかっていうのをちゃんと理解させることが大事じゃないですか。ね、伝わるってことを考えたときね。なので、子どもの状態を観察して、まあ、3と4、近いんですけれども、観察して不安、不安と不安と不安 心配とか恐れがないかなとそこをちゃんと見た上でねで不安があるんだったらその不安を取り除いてから伝える、ね、あなたのこと起怒らないからね怒らないけど大事なことだから聞いてほしいのとかね、うんあのー、注意しないといけないことがあるでもねあなたのことは大好きなのだからだけどこのことはちょっと聞いてほしいからちょっと聞いてもらえるとかねなんか不安があるんだったらそれを取り除いてから自分が伝えたいことを伝えるこれはすごく大事なことですはい子供に伝わる伝え方24分の5 本音を打ち明ける。ね本音を打ち明ける。これ、本当に思ってることを言うってことね。これ、すごく大事だよね。嘘を言ってたら伝わらへんわ。それね。嘘を言ってたら伝わらへんやね。そうやね。本当に思ってること、本当に感じてることを、本当に今どうしても伝えたいことをあなたに伝えてるんですって。ね、そこがすごく大事なんですよ。僕もレッスンでもものすごく気をつけてます、ね。いろいろと伝えたいメッセージがあるけど、本当にそれを伝えたいことなのかと。 明日、ねえー、もうこれが最後の授業をやったとしてもこれがもし最後の授業をやったとしても今今日これどうしても伝えたいことなのかとそこぐらいまでギュッギュッギュッと研ぎ澄ませてどんなことを伝えるのかって決めてます、はい、でそれぐらい本当に伝えたいことであったり自分が本当に思っていることを伝える自分が開示することが大事なんですね自己開示あこの人を言ってることとやってることは一貫性あるわとか本当に思ってることを伝えてくれてると思うとやっぱりその時スイッチが変わるんですよ スイッチが変わるでやっぱこうエネルギーが違うから伝える時のエネルギーのね言葉がね言葉に対する重みが変わってくるんですよその人の生き方と言葉がこうなんだろうマッチしてたらね言ってることとやってること言ってることとね、えー、生き方が違うかったらそれ軽いんですよ言葉がだから届かない心にそう心に届けるためには本当に伝えたいことを伝える、ね、本当に思ってることを伝えるおかちゅうライブそうなんですよ ライブもそうだし、このインスタグラムじゃない、これは YouTube やな。YouTube でも、本当に自分はこれが大事やなと思っていることをテーマにして、えー、今日は24個、24個ちょっと多いなと思ったけど、<laughs> 24個ね、紹介してるわけなんですよ。で、特にこの5番がね、ものすごく大事。本当に自分が思っていることを伝える。なんとなくそうしないといけないかなってこと,ことじゃなくて、こうこうこういう理由でこれを伝えたいんだという意思を持って伝えることを決めるということ。で、実際に伝えるということ。大事ですね。はい、24分の6。 聞く体制を作る、まあ、これね、一番にも近いんだけど、あのーまあ、バスケットボール教室も想像してもらったらいいと思うんですけど、体育館ものすごいでっかいんですよ。小学校の体育館でっかいでしょでっかいとこで子供ら30人おるんで、ねえー、集合って言ってもね、やっぱ集まらないんですよ。集まらない、ね。そこで集まってない状態で話しても伝わらない。なので、まずは練習メニューを紹介するときにね、ちゃんと聞く体制を作ってから話す。具体的に言えば、 ピーってなってじゃあここの青い丸の中に5秒で集合ピー54321じゃあ座った座って座ってあのドリブルで遊んでる子もいるんですよじゃあボールを下に置いてボールを地面に置いてそしておかっちの目を見てくださいでしーンってなってから今日やることは3つですって伝えてるんですよね聞く体勢を作るこれどうでしょうかね子どもが何かをしながら してるるに話をかけるこれ聞く体制じゃないよねちゃんと聞く体制を作る先ほどお伝えしたアポを取るっていうのもそうですしゲームをやってるんだったらじゃあ今のその,そのステージをクリアしたらちょっと5分時間もらえないとか YouTube 見てるんだったら今そこあと5分で終わりだよねそれが見終わったら教えてちょっと話したいことがあるかな っていう風にちゃんと聞く体勢を作ってから伝えたいことを伝えるながらとかじゃないちゃんと相手が100%あなたの話に集中できるような体勢を作ってから話し始めるということですそうしないとあなたのメッセージは伝わりません子供に伝わる伝え方24分の7ですねえー、ななちゃん、えろ、7でいいですか、7ですね取りやすいボールを投げる うんこれはもうシンプルにあれですねコミュニケーションっていうのはキャッチボールじゃないですかねキャッチボールキャッチボールなんだから相手が受けられる状態受けられるスピードで受けられるトーンで受けられる、えー、ボールの大きさで投げてあげることが大事ですよねスピードも含めてねそうしないと取れないんですよ取れないんです伝えたいことも取れなかったら伝わらないんですねそうなので、えー、子供が取りやすいボール 理解,でき理解できるような言葉を使うとか、そういうことも全部含めてです。取りやすいボールっていうのは。言ってることの内容が分かる。特に、なんだろう、僕はね、二字熟語も使わないようにしてるんですよ。極力ね。 例えば、失敗って言ったら、失敗って言うと、うまくいかないことっていうふうに返したり、感情っていうのを気持ちって言い換えたり、素直って言ったら、本当に思ってることを言ってねとかいうふうに言ったり、二次熟語を使った後に、それを解説するような言葉を言ったりしてるんですね。そうしないと1年生がわからないじゃないですか。ね聞く体制になってって言ったらわからんでしょ聞く体制になってってわからんでしょだから、この丸い円の中に5秒で集まって、これわかるでしょわかるでしょ 二次熟語も使わないぐらいのレベルで、あのー、解像度を、ねああのー、上げて具体化して分かりやすく伝えていくとだいぶ取りやすくなるんじゃないでしょうか。二次熟語も伝えない結論とか結果とか,結果とかも言わない。勝ったか負けたか教えてですよねですよね。 そういうそうに二字熟語も伝えないってこと想像っていうの分からなかったらイメージして,ってイメージも分からなかったら頭の中でどうなってるかちょっと考えてみてってねそういうことですねボールを持ってる時のようにボールを持った時どうどんな重さとかねそういうことですね想像するっていう言葉さえも、えー、説明する相手の取りやすいボールを投げるということ相手が取りやすいボールっていうのは相手が理解できる言葉を使っているかどうかってことです簡単に言えばね ね、相手が理解できない言葉であったりその言,葉の言葉だけじゃなくてスピードとかトーンとかもそうですで文章が長すぎると理解できないもあるでしょ文章の量であったり文章の使っている言葉の意味であったりそういうことも含めてですなので、えー、基本的に15秒以上話すと集中力切れると思う15秒ごとに何かしら変化がないと集中力が切れるって僕言ってるんですよだから15秒ごとに声のトーンを変えたり話している場所を移動したり誰々に質問したりとか、ね、何かしら変化を加えてるんですよ15秒ごとにですよ そうすることで、僕の話を聞いてもらえるようになるんですよ。ね、おかっちの、おちどんな感じで授業をやってんねんって興味ある方は、YouTube の、えっとね、熱い言葉っていうね、再生リストがあります。そこで、子供向けの授業をやってます。おかっちこんな感じでやってんねんやってんのを分かっていただけると思うので、一度ね、そちらを聞いていただけたら、子供に伝わる伝え方ってこんな感じなのかなと。まあくまでもね、おかっちが考えること。まあ、2年前にとったやつやから、ちょっと古いけど、あのー、気持ちは伝わると思います。ぜひそちらも見てください。 はい、子供に伝わる伝え方二十四分の八。すいません、ブチって今切れちゃいました。大丈夫でしょうか？もう一回言わして、子供に伝わる伝え方二十四分の八。伝えたいことは一つずつ。はい、これもね、七番につながることやけど、一、えー、つも二つも三つも。一つの文章の中に入れると、それはなかなか伝わらないよね。 分かる子は分かるんですよ。分かる子は分かったとしても、それ同時にできないってこともあるわけじゃないですか。なので、基本的に伝えたいことは一つずつ。ね。おかちのバスケットボールのメニュー結構複雑なんですよ。それう,う言葉で説明すると結構大変なんですね。大変なので、まず、ピーって笛吹いた、ここのコーンのところに並んでって、並んでもらう。並んでもらったら一列に並んでね。じゃあ、ここの半分。この半分の子はもう一つのコーンに並んでって,って。これで二つに分かれましたね。分かれた。はい、じゃあ座って。 で座って。はい、聞く体勢を作って。はい、じゃあ今からね、えー、ドリブルレースをします。一番前の人立ってください。って言って一番前の人ね、2列だから、2人、えー、A という列と B という列の真ん中の人がね、あ、真ん中じゃない。<laughs> 先頭の人がボールを持って立ってる状態ね。で、おかっちがピッて笛吹いたら、えー、ドリブルしてシュートしてください。いくよ、ピッ ドリブルしてみんんなシュートするんでするでよ入った人もい,てもい入らない人もいる。はい、じゃあ、入っても入らないでも、シュート打ったら、また戻ってきて、次の人にボールを渡してくださいって言って、ドリブルしてボールを渡す。渡して次の人。次の人がもらったら、同じようにドリブルついてシュートしてくださいって言って、シュートする。ね、そして、入っても入らいでも、帰ってきてくださいって言って。分かったこれで3分間で、どっちのチームの方がたくさん点数を入ったのか、この対決をします。これですよ。 これを一気に説明だけするんじゃなくて、一工程一工程で子供をに行動してもらってから、一つ伝えて行動してもらう。一つ伝えて行動してもらうってやってるんですね。やってるんですね。こんな感じで伝えたいことは一つずつ一つずつ。その行動するまで待つ。行動し終わってから一つ伝える。ね。で、子供によっては二つでわかる子もいます。三つでわかる子もいます。それは子供次第によって違います。 ね、取りやすいボールを投げる先ほどのことです子供が一度に3つ言って3つ行動できるんだそれでも OK、ね、だけどそれでもこ伝わらないんだったら伝えたいことは一つじゃあまずは〇〇してと〇○、ね、丸々してって言ってしてもらってからあじゃあ次は〇〇しよっかってやると、えー、すぐ行動できるし行動することで達成感も得られて自信も湧いてきますよね伝えたいことは一つずつはい9 24分の9サンドイッチフィードバックうんこれね 古くから使われているビジネスの手法なんですけど、ね、子供に注意したいこと、指摘したいことがあったときに、それだけを言うんじゃなくて、えー、ポジティブな言葉とポジ,ポジティブな言葉を挟む,挟むんですね。挟んで真ん中に注意したいことを入れる。だから、ポジティブ注意。 ポジティブみたいな感じです、うん、例えばどうしましょうかね。えー、っと、じゃあ順番通り並ばない。順番通り並ばない子がいる。だから、順番を抜かす子がいるとするじゃないですか。順番を抜かす子がいたらとしたら、えー、その子、たけし君のが順番抜かしをしてるということでね、えー。順番抜かしたらあかんって注意をするんじゃなくて、まずはね、たけしくん、練習熱心やね。一番最初にやりたいんやな。その気持ちはわかるよ。嬉しいよって伝えて。 うん、ただね、えー、この列には、ひろしくんが先に並んでいたから、えー、順番の回収をされると、ひろしくんが悲しいかもしれないね。だから、ひろしくんの後ろに並んでもらえるかなって,言って、はい。で、最後、勇気づきですね、はいえー。一つ順番が変わるけれども、えー、なこの練習は10分あるから、何回でもできるからね、あなたができるの知ってるから、一緒に楽しもうみたいな感じで、最後はポジティブな感じで終わる。 こんな感じで注意したいこと、叱りたいこと、指摘したいことがあったときに、それだけを伝えるんじゃなくて、えー、枕言葉を入れる。一番最初にね。何か感謝をしたり、ありがとうで言ったり、なんかポジティブな、肯定するような言葉を言ってから注意をして、指摘をして、その上で最後、勇気づけたり、ポジティブな言葉で締めるということ。はい、ここです。どうでしょうかこれやってますか これね、一手間加えるだけでちょっと受け取り方が違うんですよね。どうでしょう仕事でもそうですよね。何々やってない、何々やってないっていう、そのやってないところばっかり言われるとも嫌になってくるよね。うん、でだけど、やって,やってないけれども、ここはできていたねとか、あ、ここはできていたね。でも、さらによくなるとこ,こ、さらにここをこうしたらよくなるよ。あなたならできるよっていうような言い方、伝え方をするだけで受け取りやすいよね。 はい、なので、指摘したいこと、注意したいことがあったときにそれだけを伝えるのではなくて、えー、前に何かを言うとか、えー、それを言い終わった後に勇気づけるようなコメントうん、あなたならできると思うよ、ね、あなたのこと大好きだからね、ここで見とくから、ね、応援してるからねとかね、どんなことでもいいね激励というか心,心がね、ぐっとこうなんか気分が上がるようなメッセージを伝えてあげるっていうのもおすすめですはい、えー、子供に伝わる伝え方24分の10。 視覚化する。うん。これね、すごく大事よね。うん。まあ、さっきの、あのー、バスケットボールの練習メニューでね、もう近いんだけれども、なんだろうな、えー、ピー集合す、ピー集合っていうよりも、ね、笛吹いてピー集合っていうよりも、ここの丸の、丸の中に5秒で集まって、青い丸の中に5秒で集まってって言ったら分かりやすいじゃないですか。視覚化されてるでしょ。ここのコーンの後ろに1列で並んで、5秒でピーって言ったら分かりやすいでしょ。そんな感じでね、えっ、ー、と、目に見えるもの。 目に見えるものを使って伝えたいことを説明するであったり行動を促していくということこれねすごく分かりやすいし、あのー、やっぱりね見るっていう視覚からの情報から視覚から情報を得る子がねやっぱ多いんですね、まあ、もちろん聴覚耳で聞いて、えー、耳で聞いて情報を得る子もいるけれどもやっぱり視覚が優位な子っていうのは結構多いので で一番いいのは視覚、聴覚、そして実際に体験する触覚、それ3つを連動した伝え方っていうのがすごくいいですね。そうすると、えー、視覚から情報を得る子でも、耳から情報を得る子でも、体験しながら、体を動かしながら情報を得る子、すべての子にも伝わるのでそう子、子供に応じていろんなタイプがいるから、言葉だけで聞かそうとするんじゃなくて、えー、視覚、聴覚、体を動かす触覚、そこら辺を全部フル,フル活用して、えー、説明してあげると 伝わりやすすいいですよねはい、次ですね。24分の11。ベネフィットを伝える。あ、これすごく大事ね。えー、ベネフィットとメリットってね、これ若干違うんですよ。メリットっていうのは特徴なんですね。 ベネフィットっていうのは、その人にとって得すること、いいことなんですね。うん。例えば、例えばどうでしょうね。えー、ここの、今おかち目の前にあるシャープペンシル、えー、このペンがあるんですよ。4色ペンがあるんですけど、このメリットは、4つのペンが使えるであったり、えー、なんだろうな。4つのペンが使えるであったり軽いっていうことであったり、で、書きやすいっていう特徴があります。これメリットです。 メリ,ットメリットですでもこれこの、この特徴がすべての人にとって、えー、ベネフィットかどうか分からないですね。ベネフィットというのはその人にとっていいことか分からないですね。なので、その子に合ったベネフィットを伝えるとすれば、例えばね、その子が黄色が好きなんだったら、ね、このペンは黄色でおしゃれだよね。あなたの好きなボールペンだよ。これ使ってみないって言うとか。 それだったら、子供にとってのベネフィット。子供が求めていること。子供にとってのメリットを訴求しているってことでしょで、あったり、書、えー、きやすい、この、えー、描きやすいね、えー、なんだ、書きやすい、たくさんね、絵を描くような、こうやったら、きやすい、あのー、なんだ、これ、なんて言ったっインクか。インク、インクこ、これ、お母ちゃんこれ、なんて言うんだっけちょっとすいません。<laughs> あの、インクジェットっていうかな、ちょっと忘れましたけど、すごくいい、いいボールペンなんですよ。いいボールペンって言っても1500円くらいなんですよ。ピュアモルトの1500円くらいのペンなんですけど、もうすごく描きやすいんですね。 水星で。ね。で、それ、いろんな、毎日絵を描いていて、描きやすいペンを求めている子やったら、これやったらすごく描きやすいから、毎日たくさん絵を描けるよ。ちょっと描いてごらんっていうふうに言われると、あ、描いてみようかなってなるでしょ。そう。だから、特徴を言うんじゃなくて、その子にとってのメリット。その子にとっての利点を伝える。利点を伝える。これがベネフィットなんですね。これを最初に伝えるといいよね。 最初に伝えるといい、うん。これねあの、子供に伝わらない一番大きな原因っていうのは、自分事になっていないってことなんですよ。わかります自分事になっていないっていうのは、その話を聞いても聞かなくても、自分の人生には何ら影響しないって思われているってこと。うん、他人事なんですよ。聞き逃しても損しないし、聞いても得しない。面白くもないってこと。だから聞かないんですよ。そうじゃないですかね。注意されること聞いても辛いだけでしょ。で、興味のない話聞かされても面白くないじゃないですか。 でも子供の興味のある話だったり子供にとって何かいいことがあるような話であれば聞いてもいいかなって思うわけでしょそれをそういうふうに思わせるためには自分ごとに思わせるためには話の前にベネフィットを伝えるってことですこの話を聞いたらどんないいことがあるのかそれを伝えてから自分が伝えたいメッセージを伝えるってことなんですねベネフィットを伝えるどうでしょうか話の前に自分が言いたいことだけさっき言ってません け兄弟喧嘩してはいいけないとか、ね、勉強しなさいとか。これ、ベネフィットじゃないですね。指示ですよね。その前に、じゃあ勉強することで、その子にとってどんないいことがあるのか。例えば、それが漢字ドレルなんであれば、ああのね、大ちゃん、大ちゃん、恐竜の本読みたいって言ってたよね。恐竜博士になりたいもんね、知ってる。でそのためにはね、やっぱりね漢字を覚えて、漢字をたくさん覚えてたら、自分が好きな本をいつでも読めるよ。ママがいなくても自分が読みたいときに読めるよ。 なので,いかで、いろんな本を読めたら恐竜博士になれるかもしれないね。だからこの漢字のね、えー、新しいテキストの話をちょっと聞いてもらってもいいかなみたいな感じで、えー、その話を聞くことでどんなベネフィットがあるのかっていうのを、えー、子どもの,の,、まあね、の欲求、子どもの欲求、子どもが何を求めているのかっていうことをしっかり観察した上で、そこと紐付づけて伝えるっていうことですよね。 うん、これすごく大事やな。これはビジネスでも本当、有効ですよね。で、おカチもね、あの製薬会社でお薬の販売をしてたということで、そ,のそれぞれお薬にはいろんな特徴があるんよ。でも、その特徴が先生のとこで抱えている患者さんに合うかどうかわからへんねん。 だから大事なことは、どのような患者さんがいるのかで、その患者さんはどういうふうに困っていて、どういうこと,が、えー、どういうことを治療に求めているのか、それを聞いた上で、で、そのような患者さん、眠気を取りたいという患者さんだったら、うちの会社の薬は他の会社の薬と比べて、眠気が取れるというのが特徴ですので、一度お試しいただけませんでしょうかって提案できるわけでしょ、特徴を言ってもしゃあないんですよ、大事なことは、相手の困っているところにフォーカスして、そこにあったベネフィットを伝える。 ね、そうすることで眠気が取れると、えー、今まで仕事がいけなかった患者さんが仕事に戻れるかもしれませんよねちょっと5分時間いただけますかみたいな感じねベネフィットを伝えるこれすごく大事なんですねはい子供に伝わる伝え方24分の1 2〇〇したい気持ちはわかるけど点々点,点どうでしょうこれ言ってます子供が何か求めてきましたお菓子買ってほしい絵本読んでほしい 靴も結んでほしい、ね、カレーライス食べたいいろんなこと言うてきましたでその時に「今日はだめ昨日も買ったでしょ、ね、自分で結べるじゃない」っていきなりそういうふうに意見を言うのではなくてその前に共感してあげるってことです子どもの気持ちにね,ね。カレー食べたいって気持ちは分かるけど お菓子買いたいって気持ちはわかるんだけど、あなたがそういうふうに言う気持ちはわかるんだけど、靴つを結んでほしいって気持ちはわかるんだけど、ママ、あなたが結べるの知ってるよ。ここで見といてあげるから、一回やってごらん。もしうまくできなかったら、手助けしてあげるからね。みたいな感じで、一度共感してあげるっていうのはどうでしょうまるしたい気持ちはわかるけど、これ言えそうですよね、これだったら。枕言葉として。まるしたい気持ちはわかるけど、何々し,てしたいって言った。でもね、もちろん要求には答えてあげたいんだけど、すべての要求に答えることはできへん。 し、それをやってしまうと過保護になっちゃうよね。これ、あの次,の時次の動画で紹介します。これって過保護なのと紹介するんですけども、えー、そう。なので、甘えにはちゃんと答えつつ、えー、要求には脳、NO、を伝えることも大事だと思うんですよ。ってなったときに、最初に共感するということ。共感した上でね。共感した上で、分かるけれども、こう、こう、こうだよねってメッセージを伝えるというと、ちょっとこう受け取りやすいですよね。はい。ということで、あ24分の10に終わりましたね。 なんとか半分終わりましたよ、まあ。子供に伝わる伝え方24個紹介しますけど、これはね、えー、親も子も楽になる、ゆるめる子育てという書籍、おかつ出したんですよ、本をね、2023年7月に出して、その本のね、えー、本から、こう参考、本を参考にさせていただいて、参考にさせていただいてって自分の本やからな、あれやけど、参考にしてね、えー、紹介してますので、えー、興味がある方はそちらの本もね、手に取っていただけたら嬉しいです。概要欄に載せてます。で、概要欄にはね、公式 LINE の案内もあります。 公式 LINE ではね、えー、人生脚本を書き換えるための26本の講義動画が無料で受け取れます。人生脚本、ね、自分の中にある〇〇しなければいけない、こうすべき、ああすべきっていう信念であったり、価値観であったり、えー、いわゆる人生のシナリオです。僕たち、私たちはその,その人生脚本、人生のシナリオに沿って子供と関わって、そして毎日を生きているんですね。 なので今の子どもとの関係性を変えるためには人生脚本を書き換えることが大事だということでそれをどうやってやるねっていうところを、ね、公式 LINE で紹介します。概要欄チェックしてみてください。はいじゃあ後半戦いきましょうか。子供に伝伝伝わるるええ方24分の13繰り返し伝えるそうですね。1回わからなかったらもう1回言う。 もう一回分からんかったらもう一回言うもう一回分からんかったらもう一回言う,うんこれね難しいんですけどもめんどくさいんだけどしんどいんだけどだるいんだけどやっぱり大事なことは繰り返し伝えるうんこれねすごく大事なんですね一度言ってそれで理解してもらえると思,えな思わないってこと、ね、でもこれねちょっと慎重に考えないといけないのはその言い方で伝わらないんだったら次どうしたらいいのかっていう工夫を 必要工夫も必要なんですよ、ね、同じことを何回もやっててもそれでは伝わらないことも多いので。 この言い方伝わらへんな、このフレーズ伝わらへんなって思うんだったら、ちょっと言い方変えてみるであったり、伝える場所を変えてみ、ま、るであったり、伝える時間帯を変えてみるであったり、なんかちょっと変えてみてください。なんか変えながら繰り返し伝えるっていうのが大事なんじゃないでしょうか。同じこと、例えば、早く勉強しなさいっていうメッセージ、えー、これ言,わあの言うことを聞かへんからもう一回、早く勉強しなさいって、早く勉強しなさいって言ってても、これね、変わりにくいんですよ。 同じアプローチしてても同じ結果しか得られないってことだからその方法がうまくいかないんだったらちょっとそれを見てね次はどうしようかって工夫しながらね 工夫しながら、えー、この言い方してみようとか、ちょっと場所変えてみよう、時間変えてみようとか、なんかそういうことを工夫しながら、えー、伝え続けるってことが大事なんでしょう大事なんじゃないでしょうかということで、まあ、どのような声掛けしたらいいのかっていうことも、このゆるめる子育てラジオの、ね、再生リストのどこかにあります、ありますので、例えば勉強好きにさせるための声掛けとか、子供に自信を高めるための声掛けとか、いろんな声掛けリストもありますので、ちょっとそちらも参考にしながら、でまずはね、チャンネル登録を押してね、ポチって押してください。まあ、今 ポチッと今、今です。はい。ありがとうございます。今押してくださいね。はい。そこを押していただいて、えー、繰り返し伝え続けるってことが大事なんじゃないでしょうか。ね。はい。で、今ね、ちょっと体がポカポカしてます。あの自分ごとで申し訳ないんですけど、お気に入りのフリースが届きまして、で、そのフリースね、家着なんですけども、なんと1万8000円です。結構高いね。高いね。<laughs> あのー、ここまでファッション性と機能性が、 のバランスが整った服っていうのがなくて、まあ、どっちどっち機能はいいけど、ファッションがないファッションがあんまり気に入ってないとか、ファッション性はあるけど、機能的でないっていうね、そういうのは結構多いじゃないですか、服ってね。で、まさに今回はね、ファッション性も機能性もね、満点なんですよ。10点、10点で20点なんですよ。20点ちょってったら低いな。100点なんですよ。でも200点なんですよ、すみません。200点、ちょっと中途半端だな。50点満点やとして、ファッション性が50点満点、機能性50点満点やとしたら、100点です。 きましたね、100点なんですよ。もう100点、これ、ね、リッジマウンテンギアって山ウェアなんですけど、昨日もめちゃくちゃ薄いんですよ。薄くて軽い。で冬って寒いでしょ寒かったら重ね着するわけじゃないですか。重ね着したら確かにあったかい。でもね、肩凝るんですよ。重いんですよ。動きづらいんですよ。<laughs> ね。で、あの仕事に集中できないので。 ねどうしたもんかなって、ここ2、3年考えてたんですけど、ずっとユニクロのね、フリースだったんですよ、あの紺色のフリースね、だったんやけど、やっぱそれだけでもやっぱ寒いので、でおしゃれでもないし、寒いしおしゃれでもない、<laughs> だったんですが、まあ家ギやからええかなと思ってたんやけど、で、リッチマウンテンギアを登山し始めてから、いろんな山ウェアをね、検索してて、見つけた、リッチマウンテンギア、めちゃくちゃおしゃれでかわいい、で、それはね、山で着るウェアを普段着でも、みたいな。 みたいな待ち着でも普段着でもっていうコンセプトなんですよ。で、おしゃれやし、機能的やし、えー、とにかくいけてる、いけてる。うん。で、今ね、今朝届いたんです、さっき。この収録する15分前に届いてで、今それを着てやってるんですよ。だから気分がめちゃくちゃいい。でね、ちょっとね、あったかい。あ、というか、暑い。ごめん。<laughs> ポカポカしすぎて暑いです。ちょっと腹巻きを脱ごうかなと思ってます、今。ちょっと暑いですね、今。 はいということでね、やっていきたいんですけども、えー、子供に伝わる伝え方やね、24分の14、具体的な数字を入れる。あ、これすごく大事ね。うん、ちゃんとしなさいとか、しっかりしなさいとか、えー、早く勉強しなさいとかね、えー、ではなくて、えー、ちゃんとしなさいって、具体的にどうしてほしいのかね。えー、例えば、ここではみんなが勉強してるから、静かにしなさいとかね、勉強、えー、ここでは、えー、としゃらないようにしてねとかね。 具体的に何をしてほしいのかって言ったら、喋らないのようにって分からんかったら、じゃあ、あの、アリさん、アリさん、アリさんの声で話してみようかってね、あの、テイ先生が言ってたけど、テイ先生ってあのね、YouTuber ーーのね、テイ先生がねえ、アリさんの声で話してみようかとかね、あ、ここはゾウさんの声でいいよって言って、パオーンみたいな感じで、アリさんの声やったら、こんな感じかなみたいな感じで、そういう,うに子供が分かるように、具体的に伝えるってことですね、大事よね。だから、曖昧語ってあるじゃないですか。 ちゃんとしなさいとか、しっかりしなさいとかね、いい子にしなさいとか。いやいやいや、ダメですよね、それ。伝わらないですよね。どうしてほしいのかを伝えるってこと。ちゃんとじゃなくて何をしてほしいのかを具体的に言う。数字を入れるとわかりやすいよね。さっきも5秒で集まってって言ったら5秒やから、5、読んで数えてるし、これわかりやすいよね。この丸の円の中に座ってってわかりやすいよね。 具体的に伝えるということで。これ先ほどお伝えした10で伝えてね、視覚化するものと、えー、連動させて伝えるとなお分かりやすいですよね、はい。分かりやすかったら伝わるんですよ。分かりやすかったら伝わるね。何をしたらいいのかが明確やったらね、行動につながりやすいんですよ。はい15、話の最後に要約する。ねー、これ話、いっぱいいろんな長い話した。 ねえー、今日の試合はこう,こ,うこ,うだってこ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 んなにいいところがあったけどこんな悪いことがあったと次の試合はこんなことこ,ここ相手だねここ相手やから次はこんなことしようっていろんなことを話したで最後にね、えー、じゃあまとめると今日話したことは3点ですと3点、えー、今日の試合ではシュートを打つ本数が少なかったそして、えー、右のドリブルだけで左のドリブルあんまついてなかったあとパスも少なかった ね、具体的な数字で言ったら、〇〇〇〇こんな感じだと、何本何本だ。で来週試合があるから、その時までに、えーとーね、右のドリブルだけじゃなくて、左のドリブルを1日50回ついてみよう。ね、そ,それで、えーとーね、パスも、あのー、シュートを打つ前に、自分がシュートを打った方がいいのか、それとも相手がシュートを打った方うがいいのか。 相手に味方にシュートを打たせた方がいいのか。それをちょっと判断するってことを次の2対1の練習でやろう。みたいに、さ話の最後に自分が伝えたことをギュッギュッギュッと要約して伝える。その要約がなかったら意味ないんですよ。要約も1分以内です。要約は1分以内。うん。あ、要約は話した内容の10%ぐらい。10分ぐらい話したんやったら1分ぐらいな。じゃあ5分ぐらいやったら、えー、1割やったら5、5分やったら何秒ですか 10分やったら1分やな5分やったら30秒やな30秒30秒で伝えとかねそんな感じでだいたい自分が話した分の10%分ぐらいの、えー、要約を最後にするということこれ大事だよねそして16子供に要約させるこれもいいよね話し終わった後にママがママがどんなこと言ってたかちょっとあのー、繰り返してもらっていいかなとかね、えー、自分の言葉で伝えてもらっていいって言って 言ってそこで要約させることで、えー、子供の頭にも定着するしでそこでちょっと抜け漏れがあったらあこことここはできていたけどこのもう一点ここの部分ね左のドリブルを、えー、明日の月曜日練習するっていうことだけちょっと付け加えておいてっていうふうに言えるでしょそうこの要約させることで子供がどこまで理解しているのかどこまで理解していないのかっていうのがちゃんと分かるから自分が要約するのもいいし要約させるっていうのもええー、よなええー、よな はい、続きいきましょうかちょっと炭酸水飲ませてくださいねはいじゃあいきましょうか子供に伝わる伝え方24分の17頭のハテナを想像するそうなんですよ これね、すごく大事。あのー、これ言うなればね、話してるときに、話してるって送信してる側。送信とか発信者でしょ発信してる側。発信してる側、送信してる側ね。送信してるとき、発信してるとき、伝えてるときに受信モードで伝えるってこと。わかります受信モード。 送信しているときに、自分が言いたいことだけ伝えるんじゃなくて、自分が言っているこの言葉が、相手の頭でどのように理解されているのかなっていうことを、えー、想像しながら、ちゃんとそれをアンテナを立てながら伝えるってこと。受信モードで話すってことなんですよ。受信モードで送信するってことなんですね。これすごく大事ね。そうしないと、話の途中で子供がもう理解できてないのに、最後まで話したとしてもね、もう,もう話の最初でもうくじけてるから、くじいてるから、ね、その後に話していることが入ってこないんですよ。 なななんででどのの点ではてなにっなってるのかなってるかねじゃあ、今から乱襲練習しようって言っ,て言ったときに、乱襲っていう言葉が、え何っていう表情を子供がしてたのね、あ、乱襲っていうのは、実は先週練習してた、レイアップシュートのことね、あの、ボールを持って、ワン、ツって、右、左、シュートってリズムでやるやつ、覚えてるあ、覚えてるあれ、乱襲って言うんだってね、そう、その乱襲を今日はちょっとスピードを上げて練習するからねって伝えれるでしょ。 なので、自分がメッセージを発信するときに、相手の頭のハテナを想像する。で、ハテナが浮かんだときに、今、ランシューって何のことかって分からんかったやろって、それを言うんですよ。それ、ランシューって先週練習したレイアップシューターの固定でって言うんですよ。そう。それを、相手のハテナを想像しながら伝えると、伝わるようになるんですよ。ね、でも、そこを想像しながら、自分が言いたいことをただ言ってるだけやったら、伝わってるかどうかさえ分からないんですよ。そう。 話しながら頭のハテナを想像するし、えー、ところどころここまでで何か質問あるとか聞いてみるとか、ね、そうしたら「乱衆って何?」って言ってく来るわけでしょで想像できないやったら聞いてみる、ね、ここまでで何かわからないところあるとか、ね、とか話の始めに何かわからないことあったらいつでも聞いてねじゃあ説明しますって言うとかねそういうことです頭のハテナを想像するということはい24分の18 18ってちょっとね、なってしまいました。すいませんあ。大阪出身なんですけどね。はい。えー、っと <laughs>、ダメではなく、してほしい行動を言う。うん、ダメ。何々したらダメ。うん、こ走,走ったらダメ、うん。ゲームはダメ。えー、喧嘩したらダメ。とかね。何々はダメ、ダメ、ダメじゃなくて、具体的に何をしてほしいのか。定語を伝えるってことね。そうダメっていうの、ノーっていうのはよく言われるところで、えーっとね、あのー、そういう、 あ、なんだろう、丸かつかって判断できないみたいな。例えば、走っちゃダメって言ったら、走るっていうことが頭の中でイメージされるんですね。なんで、走るって行動に繋がっちゃうかもしれないですよ。想像しちゃうんですよね。ダメって言われてもね。これよく言われるとこで、皆さん、いいですか今ちょっとワークショップワークしますよ。皆さん、いいですかあなたですよ、えー。じゃあ今からね、えー、今からピンク色の像を思い浮かべないでください。いいですか ピンク色の像、ピンク色の像を思い浮かべないでください。鼻の長いピンク色の像を思い浮かべないでください。どうですか思い浮か,べたよね <laughs> 浮かべたよね。浮かべちゃうんですよ。浮かべないでくださいっていう指令は通らないんですよ。浮かべちゃうんですね。だから、これと一緒で、走ってはいけないとか、〇〇してはいけないっていうメッセージは、 そのまるするっていうことを連想させて、連想する、イメージするから行動につながってしまうっていうリスクがあるんですよ。だから僕は極力、何々してってことを伝える。5秒で集まってとかね。えー、ここではありさんのように話してとかね。えー、なんでおかちが1、2、3、4って言ったら、5、6、7、8って声出して,って、ね。具体的にしてほしいことを、何々はだめ、何々はあかんではなくて、まるをしてほしいと伝える。はい、どうでしょうか。 はい子供に伝わる伝え方24分の19見本を見せながら説明するうんこれもね視覚化するっていうところとも近いんだけどそのバスケの練習でもね、えー、じゃあまずオカっチが今からやる練習メニューやってみるからちょっと見といてって言ってまず全体像を見せるねこ言葉だけで理解させる難しいからまず全体像を見せる。 逆上がりまずやってみるね。逆上がりの説明をする前に、逆上がりをやった状態を見せる。完成図を見せる。その状態で、じゃあ、今からこの逆上がりをするために、3つのステップをステップ、ステップごとに紹介したいと思います。みたいな感じで、まずは見本を見せる。全体像を見せてから、そして説明をしていくっていうこと。これすごく大事だよね。言葉だけで言われてもイメージつかへんから。 まず頭の中であど,どんな感じなのかなって実際見てね、えー、体感してあこんな感じなんだなっていうことを理解した状態でじゃあそうやってどうやるんだろうという形で、ね、ステップを区切って、ね、説明してもらえると分かりやすいですよね子供に伝わる伝え方でございますね今日はねはい、えー、図解で伝えるこれもすごく大事ね子供が話をしている時とかこっちが伝えたい時にただ言葉だけじゃなくてホワイトボードを使ったり ね、えな、ー、んだろう、紙に書いたりで、バスケットボールだったら作戦ボードがあるじゃないですか、マグネットでね、敵チームのは赤色とか、ね、味方チームは青色とかね、そういうような図解、図解を伝えながら、視覚化させて伝える、まあこれ10にも近いんだけどね、で子供が何かを、えー、自分が言いたいことがあったら、紙に書きながら、ホワイトボードに書きながら、えっ、ー、とーね、 なんかこう伝える。な今なんか伝えてこれこういう伝えにくいけど、ラジオでは <laughs>。伝えにくいけど、例えばロジックツリーでね、書くといいですね。一番上に、バスケットボールのシュートが上手くなりたいって一番上に書くね。あ、シュート上手くなりたいんだね。いいな。じゃシュート上手くなりたいって一番上に書いて、じゃあその下にね、3つ、3つの枝ばかりのポイントを書いて、じゃあシュートうまくなるためには3つのことが必要なんだよ。丸1、書くんですよ。丸1ね。丸1、えー、っと、上手い人に聞く。丸2、 えー、練習する、丸 3, えー、丸 ○3 は、えー、とメ,ンタルメンタルを鍛える。ね、書く見つ書いてでその下にまた書くんですね。その下に上手い人に聞く。ね、自分が分からないことであったりこん,なこんなシュート打ちたいんだって人がいるんだったらその人にど,うやったどんな練習をしているのかとかどんなフォームでやっているのかを聞くということ。ね、聞くということを書いてじゃ次はなんだっけ練習する。それ聞いたことをじゃあどれくらい練習するのかをここに書いてみようね。ってここに書いてみてみ で3つ目は、やっぱりその技術だけ上手くなるじゃなくて、なくてやっぱり緊張したら自分の力が発揮できないことはあるよね。この前言ってたよね。不安になったり焦ってしまったら、シュートの,あの入る本数が下がると言ってたよね。それはやっぱメンタルなの。 じゃあメンタルってどうやって鍛えられるのかなっていうのをじゃあ書いてみようかじゃあ本を読むってやったり動画を見るってことを書いてみたねじゃあいつ見るんだろうみたいな感じで、えー、そういうふうに紙に書きながら子どもが困っていることであったりこっちが伝えたいことを伝えていくと分かりやすいよねはいで記録に残るからね記録に残るから話し合ったことってまあ一つの議事録として、えー、残るから忘れた時にそれを見返せるよねはい子どもに伝わる伝え方24分の21 例えばを口癖にすするそうなんですよ自分が何か意見を言うときメッセージを伝えてるときに、えー、毎回例えばって言ってください。ね、えー、ね、あのー、なんだろうな。あー5秒で就効してああ。どうしようかな。どうしようか。例えばね。えーっと、じゃあ、みんな、オカッチが話してるときに話を聞いてほしい。例えば、例えばね、練習メニューを話してるときとか、えー、なんだろうな。 え練習の最後に今日の伝えたいメッセージを伝えているときとかバスケであれば振り付けをみんなに指導しているときとかそのときはえ静かに話を聞いてもらうほしいみたいな感じで例えばっていうと具体的にそのシチュエーションを想像させるようなことを伝えることが大事でしょしかもそのシチュエーションっていうのは子供がイメージできること子供の頭の中にあるシチュエーションでしょ頭の中にない例えば言っても想像できないでしょ ね、例えば、えー、ラクロスをやってる時のようにって言われてもラクロスやったことないこ,こからしたら例えばあの説明になってないよね子供が体験したことのあることを例えばで伝えるとこれ口癖にするんですよそうすれば相手の立場に立った伝え方ができるようになる。 これ難しいですよ。毎回例えばっていうのね。これは子供と話すときだけじゃない。誰かと話すときもそうです。自分が何かを説明するときであったり、自分が何かをしたいとき、何か、ね、要求するとき、要望を出すときね。そのときに常に例えばを入れる。説明のときにね。それを口癖にするだけで伝える力はぐーんと上がります。例えばってね。例えばってまず言ってください。思いついてなくても例えば言ってください。はい、えー。24分の22。 理解できる理由を伝えるね。まあ、さっきの例えばの話だったら、おかち、これ毎、この、ルメめ子育てラジオで毎回例えばって言ってるでしょ毎回ね。そういうことですね。はい、じゃあもう、次行こうか。22は、理解できる理由を伝えるね。えー、これ、具体例とも近いんだけど、ね、その自分が何か主張があって、意見があるときには、そこには何らかの理由があると思うね。その理由もちゃんと伝える。ね。なんでルールを守らないといけないのってこと。これはルールだから。 これる、これ理由になってないわな <laughs>。これ、理由になってないわな <laughs>。なんでそのルールがあるのなんで守らないといけないのなんでーブロックをしてるいけないのなんでスマホを持ってきたらいけないのなんで鉛筆じゃないといけないのシャーペンはダメなのね。理由を伝える。理由を。納得できる。理解できる理由を伝えるね。これ、すごく大事ね。えー、ルールだからとか、えー、大人になったらわかるからとか、そういう言葉で逃げない。いつかわかるからとか、そんなんじゃない。今わかるように、その理由を伝えるということ。 はい、でそこが理由がね、こっちが理由を言っても、相手が納得しないんだったら、相手がどういう点に納得しないのかを聞く。ね、えどういうところが不満なのかなと、ね、理由を教えてもらえる、例えばどういうことって、これで相手に話を聞くときも、理由と例えばを聞き出すと、相手の中でも、えー、解像度の高い意見を伝えられるようになる、解像度の低いっていうのは、あのふわっとしてる意見です。浅いなって言われる意見ですよ。 ふわっとしてるんやね、うん。なんとなく幸せになりたい。これ、ふわっとしすぎ。幸せになるためにどうしたらいいんですかふわっとしすぎ。そうじゃなくて、えー、1日9時間、1日9時間自由な時間があって、最低限必要な生活費がある、そのような自由な暮らしをする、自由な働き方をするためには、どのような考え方が大事でしょうかちょっと解像度が上がってね、具体的になったよね。 そうこのような解像度が高い質問を投げかけることで、えー、論理的に物事を考えられたり、えー、自分の意見,意見を自分の言葉で伝えられるようになるので話を聞く時にも、ね、どうしてなのとか理由を聞いたり例えばどういうことって聞いてみるっていうのもおすすめですはい残り2つまで来ましてね本来なら22ぐらいで終わりなんだけど <laughs> 頑張りますちょっとちょっと飲もうかちょっと飲みますね 子供にに伝伝わる伝え方、24分の23結論を最最初と最後に言う。どうでしょうかね一番自分が伝えたいことを最初に言うね最初に言うっていうのはそのベネフィットを伝えるのあとですよあとベネフィットを最初に伝えることだねベネフィットこ,この話を聞いたらこんなメリットがあるよ話を話をしてもいいかなってうんって言ったあとその後ですよ その後に、えー、言いたいことはこうですって。一言、まず最初に結論を言う。そしてその理由と具体例を伝える。例えばを伝えて。で、最後にもう一回自分が伝えたいメッセージを伝えるということ。はい。結論と、結論を最初と最後に言うということ。そうすることで、結論っていうのは具体的にしてほしい行動でしょ提案でしょで、それを、えー、してもらいやすくなる。 最初だけ伝えていると、ぐだぐだって話をした中で、これ何をしてほしいんやったっけって分からなくなるし、最後だけ伝えると、一体何を話したいのかって分からぬまま話を聞いてるから、焦点を当てずに話を聞いてるから頭に入ってきにくいねよね。なので、結論ファーストです。結論ファースト。何を伝えたいのか。まず最初伝えて、その理由と具体例、その根拠を伝えて、最後にもう一度メッセージをこれプレップ法って言われるビジネスのね、プレゼンテーションのテクニックの一つです。P っていうのは、最初に自分の意見ですね。 P. R っていうのはリーズン。理由を言う。E っていうのはエグザンプル。具体例を言うで。最後 P。意見。意見を言う。ねえー、意見を結論を最初、意見と結論。自分の主張を言って。主張を伝えて、その理由と具体例を伝えて、もう一度主張を伝える。これが基本的なプレゼンテーションの形です。でその前に、なぜこの話を聞くべきなのかっていうベネフィットを伝えるっていうのは、さらに有効な方法ですね。だからおかち B プレップ法って言ってます B。B っていうのはベネフィットね。B プラスプレップなんで、B プレップ法って名付けてます。 <laughs> かっこいいダサい <laughs> ねえもっといい名前があったらいいんですけどね。そうおかっちね、名前つけんの,名前けんのめんどくさくなるんですね。すごい、いい技とかがあるんですけど、名前つきって結構大事じゃないですか、えー。同じようなみんなテクニックを使ってても名前を変えるだけでね、なんかこう、新規性が出てくるというか、なんか新しいなって思ったりするわけでしょ。うん、そこちょっとサボってしまうんですね。ちょっと、<laughs> ダメなとこです。はい、で、最後です。 子供に伝わる伝え方、24分の24。相手の G3 につながる提案をするということ。これね、すごく大事ね。これ、丸3。欲求を満たすっていうことにも近いんだけど、相手がね、何を求めているのか。これ G1、G2、G3 ってあるんだね。G1 っていうのはもう今手前で求めていること。例えば、漢字を読めるようになりたい。これがまあ今,今の目標ですねで。その目標の先にどんな目的があるのか。これが G2、ね。ゴール2。いわゆる中期的なゴールです。 そのゴールの先に、例えば漢字検定テストを合格するとかね、えー、好きな本を読めるようになるっていう目的がある。で、その先に何があるのかっていうのが G3 なんですよ。その先に好きな本を読めるから、えー、となんだろうな、えー、自分の恐竜博士、さっきの恐竜の事例でいうと、恐竜のことを詳しくなれるとか、恐竜のことを詳しくなって、えー、自分が恐竜のことが学べる大学に行って、恐竜博士になれるとか。 そういう G3、そこが G3 なんですね。つまり G1 っていうのは漢字を勉強する。G2 っていうのは、えー、好きな本を読めるようになる。ね、G3 っていうのは恐竜博士になる。ここのつながりを理解する。今漢字を勉強しているのは恐竜博士,、えー、恐竜博士になるためなんだ。 恐竜博士になるためには、えー、好きな本をたくさん読む、恐竜の知識をたくさん得ることが大事で、そのためには漢字を勉強しないといけない。だから恐竜博士になりたいんだって。この G1、G2、G3 を理解するということ。今、漢字のことを話をしたけれども、今、子供がやってる行動であったり、子供がやってることを見てね、それ G1 G1 じゃないですか。バスケットボールをやってるとか、好きな,好きな食べ物は何とか、ね、好きな遊びは何って、これ G1 なんですよ。その先の G2。 それをやることで何が楽しいんだろうとかどんな目的があるんだろう G2 を理解してそれをずっと続けるとどんないいことがあるんだと G3 を理解する。 そうすると子供が求めていることが分かるんですね。深い深いところにある欲求が分かるんですよ。浅いところにあるところだったら鬼ごっこが好きとかサッカーが好きとかスマブラが好きとかスイッチが好き。これ浅いところの欲求なんですよ。その深い深いところに G2、G3 に根源的な欲求があるんですね。それが G3 なんですよ。だから何かを提案するときに、これ、ベネフィットを伝えるというところにつながるんだけれども、相手の G3 につながることをもとに 話をしていく NBA 選手になりたいとかね、えーと、恐竜博士になりたいってなったら、恐竜博士になるためにおすすめ,なおすすめの、えー、勉強法があるんだけど、ちょっと聞いてくれないとか、バスケットボール選手になりたいんだったら、バスケットボール選手になった人の意見をね、えー、動画をインタビュー、ね、3本見て、それで、えー、練習方法分かったんだけど、ちょっと今から話させてもらっていいかなとか。 相手の G1 3 G3 ににななががるるるよよううベネフィットをを打ち出したりり g につながるような意見伝伝えると伝わりやすすいいですはい、G2、G3、ここら辺、ね、ちょっと難しいところでライフスキルコーチ認定講座とか生き方プロジェクトね60日間の生き方プロジェクトでこれをがっつりやってます。これで自分が何のために生きたいのか自分の人生のゴールです。これ G3 ですね。人生のゴールであったりビジョンであったりどんな子を育てたいのか子育てのゴールです。 ここを作って、それのためにどんな力が必要なのか、これが G2 で、そのためにどういう関わりをしたらいいのか、日々ね、これがセブンルールって言ってるんですけど、この G1 を作っていく。で、今こういうセブンルール、この関わりをすることで、こんな能力が身につけて、こんな子に育つ。だから私はこんな関わりをするんだっていう、このね、ただ目の前にある G1、関わり方だけを意識するんじゃなくて、その先にどんないいことがあるのかってイメージするだけで、やる気も出るんですね。 レンガ職人の話あったじゃないですか。3人のレンガ職人がいましたと。ただレンガを積んでるレン。みんなレンガを積んでるんですよ。みんなレンガを積んでる。でね、A さんに聞きました。何してるんですかって。見たらわかるやろって。っレンガを積んでるんだよ、ボケって言われました。なんで俺がこんなことしなあかんねんって言われました。で、B さんに聞きました。何してるんですかって。こうやってレンガを積んで、えー、建物を作ってるんですよって言いました、ね。で、建物を作ることでお金を稼いでるんですよって言いました。 C さんに聞きました、何してるんですかって、みんなレンガを積んでるんですよ、み同じレンガを積んでる3人に聞いたんですよで、C さんに言いました、私はこうやってレンガを積んで建物を作り、そしてこの建物はゆくゆくは大きな教会になるんだ、大きな教会になったら、えー、世界中から苦しんでる人とか、辛い人とかがここにやってきて、えー、痛みや苦しみや、えー、辛さから解放され、幸せになっていくんだよ、そんな歴史的な建造物に、えー、携わることができて、私は幸せだ っていうふうなね、えー、気持ちで毎日楽しくレンガを積んでたんですよ。同じレンガを積むってことでも、なんで俺がこんなことしなあかんねんっていう A さんと、ねえー、誇りを持ってやってる、B、C さんというのは、全然仕事に対するモチベーションも効率も、それを得られる成果も全然違うんですね。そうなんですよ。これ何が違うのかっていうのは、G1 で仕事をしてるか、G2 で仕事をしてるか、G3 で仕事をしてるからですね。なので、生き方もそうです。 今やってることがどういうふうに事実につながるのか、そこを理解して今やってることを取り組めれば、やるべきことがやりたいことに変わるんですよ。こういうことをライフスキルコーチ認定講座とか生き方プロジェクトでやってます。両方とも今のところ1年に1回の募集です。で、生き方プロジェクトは毎年ね、1月ぐらいに始まります。で、12月末に募集で。で、えー、ライフスキルコーチ認定講座は、秋に 始まり、夏ぐらいに募集するということなんで、えー、どちらも公式 LINE で案内するので、概要欄の公式 LINE をチェックしておいてくださいということです。はい、それではまとめましょうか。 今日はね、えー、子供が全然話を聞いてくれないっていうお悩みに対して、子供に伝わる伝え方24選ということで紹介させていただきました。おかっちはね、伝え方のプロです。どうやったら伝わるのかっていうのは日々、日々考えて、もちろん子供と向き合ってる授業でもそうだし、インスタグラム、YouTube、ね、SNS でも、あこの記事の伝え方したら全然数字伸びへんかった、いいねが少なかった、コメント少なかったっていうことをね、10年間毎日数字とにらめっこしながら言葉を磨き上げ やって活動してきましたとそのおかげでね11月の5つの投稿はすべて100万超えです100万リーチ超えいいねは5000超えてますで、保存数は3万超えてます はいね、その5つの投稿で6000人、えー、フォローが増えたかな、フォロー増えたということで、えー、少しずつ、あのー、分かってきてます。<laughs> はいえー、SNS でも分かってるし、リアルでの付き合い方でも、どういうふうに伝えたら子供は行動するんだろうということを意識しながら、10年間子供と向き合ってきましたということでね、その中でどういう伝え方をしているのかって24個紹介させていただきました。ここにいっぱいあるけど、もう24個読まへんけど、ね、なんか一つでも参考になれば幸いです。でこれ全部やれって言ってて言るわけじゃないんで なんか一つでもね、これちょっとやってみようかなと思うところで OK です。それをね、試していただいて、どうだったかってまたあればね、あのー、コメント欄に載せていただけたら嬉しいです。で、皆さんがね、日々実行している、えー、伝え方の工夫もあればね、コメント欄で共有いただけたらあ、皆さんの参考になると思いますので、ぜひそれもお待ちしてます。えー、この番組では、親も子も楽になる、緩める子育てを テーマに、えー、子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや子供を自立させる関わり方を紹介しています。明日も聞いてもいいかなと思っていただいた方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。で、この緩める子育てラジオ、えー、タイトル見て自分には関係ないかなって思うようなことでもどこかしら繋がってるのでもうタイトルで決めずにとりあえず一回聞いてみてください。もうかけ流すだけでいいです。無料ですよね。<laughs> 完全無料なので、えー、長尺動画だいたい1時間ぐらい撮ってもすでには25本ぐらいあるんじゃないでしょうか。ちょっと本数数えてないけど。えー ゆるめる子育てラジオの再生リストでね、チェックいただいたら、ずっとかけ,しかけ流しでできますので、ぜひそんな感じでよろしくお願いします。あと、インスタグラムではね、えー、オンラインサロンやってます。月額600円で、自分が納得できる子育てで生き方を見つけるというライトな感じでやってます。生き方プロジェクトとか、ライフスキルコーチに行ってことはちょっとね、えー、予算かなっていう方もね、そちらなら、えー、オンラインサロンは月額600円で参加できますので、えー、ぜひそちらも検討してみてください。 はい。ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star.You are a star. 自ら輝けば世界はつやつやと輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。めっちゃポカポカしてるよ、このフリース。ちょっとね、またね、インスタグラムのライブで見せます。多分冬はもうずっとこれ着てるから、ずっとこれでライブすると思います。